だな気にしない、感動はそのまま劣る気少し fly away、 このまま騒がしく暗い方へ、ちょっとしたい要件不一の身の丈以上のフェイクだろう。じゃない作った本勝ちでいいんじゃない、暗い眠りについた君を前世から探してもいいんじゃない、作りたい気持ちもイマジネーションも守りたい気持ちもノーリアクション、自問自答でも不安な回答、未来の地図は無地でいいよ、愛とかノンフェクション止まれないぐらいがいいよ、愛とかノンフェクション、ひたひたの前の海の絵を夢自分のこと、足りないならいいんじゃない、むしろ足りないくらいがいいんじゃない、走り出して止まらない、午前2時ここで星を見よう、作りたい気持ちもイマジネーションを守りたい気持ちもノーリアクション、自問自答でも不安な回答、未来の地図は無地でいいよ、愛とかノンフェクション、止まれないくらいがいいよ、愛とかノンフェクション、ひたひた終わる海の身を、夢の中をメロンで泳いでいこう、決まれそうしたらどんどん好きになっていく自分のことを、愛とかノンフェクション、止まれないくらいがいいの、愛とかノンフェクション、ひたひた終わる海の絵を、夢の中をメロンで泳いでいこう、ありがとうございます。どうもこんにちは、長浜市の皆さん、アバランチと申します。3ヶ月目ライブです。ありがとうございます。ですね、まあ、今日は僕いつもアバランチっていうバンドで4人組でやってるんですけど、今日ちょっとドラムの樋口っていうメンバーが某感染症ワクチンでちょっと副反応でちょっと今日出れないんですけど、まあ、今日3人で、まあ、おしゃれに、まあ、30分、やっていきたいなと思うのでよろしくお願いします。今やった曲は、バウンディさんっていう曲のライフハックっていう曲なんですけど、バウンディさんって僕の2個上か1個上の歌手なんですけど、最近すごい話題になってて、CM で不可抗力っていう、愛で揺れる世界の中で僕たちは、知らないですか、聞いたことあります、あんまないですかね、その有名なアーティストさんのカバーをさせてもらいました。次から5曲は、僕たちのオリジナルソングを聴いてもらえたらなと思います。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。では夜空という曲を、ショートバージョンで行きたいと思います。
You good girl, man.
10月の23日に浜大津のビーフラットちょっと大きめのライブハウスで僕ら初めてライブをさせてもらうんですけど、まあ多分長浜の方はなかなか遠いからあれだと思うんで
ですけど、もし京都ら辺の近くに住まれてる方おられましたら、時間が合えば10月23日土曜日にライブやるので、もしよかったら来てもらえたらなと思います。でですね、あと、僕だけの話なんですけど、このことちょっと恥ずかしくてあんま言いたくなかったんですけど、再来週にNHK ののど自慢の方にちょっと僕出ようかなということで、ありがとうございます。一応書類審査といいますか、はがきのやつは通ったので、なんか今年すごい応募が多かったらしく、それだけでも僕は嬉しいなと思ったんですけど、土曜日に予選があって日曜に本番ということで、本番僕も絶対出たいので日曜のお昼12時でしたっけに、僕が映ってたら、アバランチの翔太君合格したね、おめでとうみたいな感じで見てもらえたらなと思います。はい、ということぐらいかな。はい、で、もう一つありました、すみません。ですね、すごい、僕らの初めてのグッズといいますか、前回までちょっとサインを言わせてもらったんですけど、今回このアバランチステッカーっていうのをちょっと作らせてもらいました。で、これ、シールになってるんで、僕はこういうちょっと現代の人がこういうふうに携帯のここにこう入れると、見てもらえるから、あれ翔太君何つけてんの、これ僕のバンドのみたいな、言うと、いいねってなるんですけど、これステッカー2枚セットで300円で売ってるので、もしよろしければご購入いただけたらなと思います。はい、それではあと2曲しんみり歌いたいなと思うので、ゆっくりお聴きください。足元という曲と、探し物という曲を2曲続けております。突然走り出した僕は何も持たず短パンで君の元に向かうんだ。この恋がもうすぐ終わろうとしているかもしれないが、僕はまだ手放せないよ。訳もなく訪れては、
い顔を口ずさむ。こんな時間にあの時のように夜景に見に行こう。Thank you.
と決断をしたんだ。そうしたら残るのはいい思い出だけ。ありがとうございました。アブラシでした。